ビョルン・キルヒアイゼンは、ドイツ、ザクセン州、アーラブラン出身のノルディック複合選手。WSV ヨハンデイ・ヤガンスタットに所属している。1998年のドイツ15歳、クラスチャンピオン。1999年の16歳、クラスチャンピオンとなるなど早くから実績を残す。2001年のノルディックスキージュニア世界選手権団体で、金メダル獲得。 同年ノルディック複合、ワールドカップにデビューした。ジュニア世界選手権では2002年に、個人グンダー戦、団体の2巻、2003年は、個人グンダー戦、個人スプリント、団体の3巻を達成した。18歳で出場した2002年、ソルトレイクシティオリンピックでは、個人グンダー戦5位、個人スプリント9位、団体銀メダルの好成績を残した。 2003年のノルディックスキー世界選手権、個人グンダ戦7位、個人スプリントは17位、団体は前年のオリンピックと同様銀メダルだった。2005年の世界選手権では、個人、グンダ戦で銀メダル、個人スプリント4位、団体でも銀メダルだった。2006年トリノオリンピックでは、個人グンダ戦、個人スプリントとも7位、団体では、またしても、 銀メダルに甘んじた。2007年の世界選手権、個人スプリントではジャンプで1位となったものの、クロスカントリーで順位を落とし同メダル、個人、グンダー戦では7位だった。金メダルを狙った団体では、アンカーとして追い上げたがフィンランドに及ばず、銀メダルだった。2009年の世界選手権では、個人マススタートで26位、個人のーマルヒル45位と振るわなかったが、 個人ラージヒルでは銀メダルを獲得した。団体ではゴール前の接戦で日本に及ばずまたしても銀メダルだった。ワールドカップでは2015から2016シーズン終了時点で通算16勝を挙げ、総合では2002から2003シーズンと2005から2006シーズンに3位となったのが自己最高位である。また、ドイツ選手権では2006年には スプリントとグンダー戦でともに優勝。2008年にスプリントで優勝している。2006年のホルメン高連大会、個人スプリントで優勝。2017年の世界選手権では、個人ノーマルヒルデは、銅メダルを獲得した。2013年の世界選手権以来の出場となった、団体ノーマルヒルデは、ジャンプクロスカントリーとも一番手を務め。 ドイツの同志目の連覇に貢献するとともに五輪世界選手権通じて自身初の金メダルを獲得した。ありがとうございます。